没落令状、貧乏騎士のメイドになります。星4。絶世の美女である最小の娘は、地位と金を持ち合わせた美人という完璧令状だったためにデビューからモテモテであった。そこに貧乏貴族の五男という将来が約束されないタイプの真面目なイケメソは、熊のような男という名前からみんなから熊男と茶化されていたのでだいぶこじらせており、この地位と美貌を持ち合わせた令状にゴミを見るような蔑んだ目をされたために、これだから金持ちのお貴族様はとやけっぱちな気持ちになってしまう。そこからなんやかんやあって何度も蔑んだ目をされるという特殊な訓練をした一部の人族にとってはご褒美なことをされたことで、その貧乏貴族のオスはその令状を嫌ってしまう。その後なんやかんやあってその美女令状の毛が没落した後に困窮して困っていたところに偶然その相性の悪い貧乏騎士が出会ったことで、彼女を自分のメイドさんとして保護することになる。ここからネタバレ。この美女は本当は偶然の器量と気立ての良いパーペキ令状であり、蔑んだ目は目が悪いために睨んだように見えるだけだという、貧乏騎士のオスの勘違いだということが発覚し、ここからこのパーペキ令状と貧乏騎士との緩やかな恋愛が始まるというシナリオ。メインヒーローとメインヒロインが両方とも偶然であり、あんこがトゲトゲした時に読むととてもあんこがほっこりする。時間の流れや描写がとてもゆったりしており、絵柄も非常にこの漫画とマッチした綺麗な絵柄をしており、メインで出てくる人々は全員利他的で思いやりのある人族で構成されており、二人のゆったりとした恋愛表現がとてもあんこ強くあんこに染み渡る名作。